年の夏、太陽はみんなに疲れたくって一生懸命輝いていました。ギラッ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 、動物も草も木もみんな暑くてたまりません。太陽さん、暑いよ。でも空は遠くって、みんなの声は太陽さんにはなかなか届かないのです。どうしたらいいんだろう。その時、ひまわりさんたちが、私たちが太陽さんに近づいて暑いって伝えるわと、空を向いて一生懸命に伸び始めました。ぐん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 、太陽さんが暑くなるほど、ひまわりさんたちは太陽さんに近づきます。太陽さん、暑すぎてたまらないよ。その声はようやく空の太陽さんに届きました。ごめんごめん。こうして太陽さんはひまわりさんたちの声を聞いて、少し力を抜くことにしたのです。するとみんな大喜び。太陽さん、ありがとう。これくらいがあったかくって気持ちがいいよ。それからというもの、夏になるとひまわりさんは太陽さんに向かってみんなの声を届けるようになりました。夏の暑い日、耳を傾けるとひまわりさんが太陽さんに話しかける声が聞こえるかもしれません。